なんでさ、電通ってこんなにネットで嫌われてんのもうそっから教えてよ、まず。捨てマするから。<laughs> 例えばどういうステマしてんの電通は。ブラックだからおめえら働いてねえじゃねえかよ。<laughs> なんでそれ、<laughs> てめえら電通社員じゃねえだろ、明らかによ。この時間にこんななんか、管巻いて。働いてるやつがさ、叩いてるってはわかるけどさ、なんでんな赤の他人がブラックだから叩いてるのそんな心差し高いの。日本を良くしていこうと、俺、思ってる人間だと思ってないんだけど、みんなが。 捨て間って何どういう捨て間してんの ?100 日後に死ぬワニってもう完全にそういうものだったの俺別に正直さ、あの、最後の方しか見てねえから、95日目ぐらいから見始めたからさ、そんなに熱入れて見てなかったから。 95日目ぐらいからさ、おい、これ流行ってるぞ、まっちゃんつって、二人でさ、エイペックスしながらさ、おい、C だから100日後に死に割り見ようつって <laughs>、そこまで熱込めて見てなかったから乗り遅れてんだけど、完全に。アナ雪のステマなんかあったのそれな。配信で聞いたけど、俺アナ雪も別になんか、結局見に行かなかったしな。ステマって何もわかんない <laughs>。正式には分かってない。 広告代理店だよね。スケルスマーケティング。あたかも、いや、ファッション業界とかも全部そうでしょ別に流行ってもねえけど、雑誌に掲載されたら若者が真似するみたいな。それも一種のステルスマーケティング。案件であることを隠してやったらステマなんだ。うーん。でも YouTube にステマってないんじゃないだって YouTube が明確に禁止してるよ。万対象だぜ。YouTube のステマって。 昔はあったんじゃない俺絶対、あの、てかそういう風な言わないでくださいみたいな案件、人生で一回も来たことないよ。星の数ほど案件になってくるけど、一度もないぜ。ちゃんと本文に記載してくださいって。じゃないとうまみないじゃん、逆に。いや、ライバルズって公式放送だぞ、俺の。 いや公式放送はみんなに、いや、これ案件だからねって言う必要はない。公式放送って、俺の中でなんかそういう案件っていう概念じゃなかったんだけど、公式放送だったんだけど。みかんジュースも、ステマっていうか思いっきり俺 CM してんだけど、あれ。みんな奇襲先がか勝ったな。あれでしょ要は、最近すげえうめえ飲み物があってさ、おちょうどあった。これなんだけどさ、前見が言ってるやつでしょ、ステマって。 マイケがさ、最近、この、この洗剤で洗ってます、みたいなことでしょあれだろいや、できねえよ、俺。